はい、これ自転車用ではないのでダサいんですけれども災害用のやつね。はい、おはようございます。ポンちゃん、おはようございます。そしてジャン君、もうすでに甘えています。おはようございます。お、ちょっとジャン君、はよう。はいはい、甘えん坊のジャン君です。はい、おいで。はい、おはよう。おはよう、おはよう、おはよう。今7時ぐらいなんですが、ちょっと日がね、結構さんさんと外は差しているっていうのね、いますが、これからちょっと散歩に行きたいんですよ。じゃあ君、もう2時間早く起きてもいいのかもしれないけど、なかなかね、5時に起きるは今のところできていないね。寝る時間を早めないと無理だね。さて、はい、ちょっと行ってくるね。はい、あなたもな、あなたの場合はここ開けろって言ってんのね。はい、ちょっと待って。あ、意外と温度差があったのか。寒かったんだね。ちょっと待ってよ、まだ寒いかな。よいしょ、結露がちょっとすごいことになっています。はい、ポンちゃんも甘えモードです。それぞれに甘え方が違うので、ちょっと両方をあやすと時間がかかります。あれかれかれあれかれかれあれかれかれかれはい、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、じゃあちょっと散歩行ってきたいんだけど、いいですか？行ってきますね。はい、今日はちょっと面白い格好をしています。災害用のヘルメットですけれども、自転車に乗るときは努力義務としてヘルメットをつけましょうという日です。今日からね、やってみましょう。恥ずかしいですけどやってみましょう。この恥ずかしいを乗り越えてみんなが普通になってしまえば、だって中学生はやってるしね。これをかっこいいとすれば、ヘルメットをつけたくなる人もいるかな。ヘルメットに、インカムがもともと装着されているものだとすれば、何人かでツーリングしやすいよとかね、そういうアイデアになったらいいなと思います。今日は恥をかきに外に行ってきます。ピクミンもやるよ。ポンちゃん寝てますね。今ですね、ピクミンをやりに行ってきたんですが、夫婦でヘルメットかぶりましたよ。あ、努力義務。はい、これ自転車用ではないのでダサいんですけれども、災害用のやつね。折りたたみになっています。これにいつものこのヘッドセットをつけて、無線で会話をしながら自転車に乗ってきました。これで、恥ずかしいことを、あえてやる、担当としてですね、どうしてもこういうものが広がらないときは、こうみんなと一緒じゃないから恥ずかしいっていう思いのある人たちが多いので、あ、見かけたよっていう噂が立っていくと、だん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 ね、しかもなんかヘッドセットで喋ってたよってなったら、ヘルメット業者の方に伝わってですね、無線がつくヘルメットっていうのがアイデアとして採用されれば、みんなも使うんじゃないかな、ツーリングしようよなんてなるんじゃないかなと思いますね。ジャン君、はい。